西洋博市、最小軍としても知られる、は、テコンドーの創始者として知られる、武道家。韓国陸軍少将,将としての経歴を保持する。小東韓流空主導2段、テコンドー9段。創始改名による、日本名は、西山武氏。学徒出陣して、日本陸軍少尉。配属された、平壌の不評第41連隊補充隊で、反乱を計画したが、 44年秋頃に発覚して、学徒兵60から70人が逮捕され、うち37人が起訴された。1945年6月、軍法会議で、銃殺刑が求刑されるが、学徒兵であることの影響が考慮され、7年の有期刑に減刑される。1946年2月3日付で、軍事英語学校を卒業して少尉に任官。第4連隊の創設に参加。 1946年5月、第2連隊大隊長。1946年9月28日、第2連隊長。1947年3月3日、総司令部情報課長。1948年6月28日、軍需局長。1949年6月から1950年6月まで、ホート・ベニング不評学校に留学。 1950年7月14日、テグに到着して第一軍団情報参謀。1951年3月17日、第一軍団参謀長。1953年1月1日、第一軍団副軍団長。1953年5月、第五師団長。同年11月18日、第二十九師団長。1955年、 第3管区司令官。1960年5月20日、第6管区司令官。1960年11月、第2訓練所長。1961年、第6軍団長。1962年、予備役編入。1962年4月、中マレーシア大使。1966年に、国際テコンドー連盟を創設。 東ベルリン事件に巻き込まれ1972年にカナダへ亡命。側近に生涯の最後は故郷で終えたいと述べ2002年6月14日に北朝鮮に入国して翌日に死亡。ありがとうございます。